その笑顔、はい、はい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 、大丈夫でしょう。真剣な眼差しでやってくれてるのはナイスだけど、楽しみがまず大事だから。どんなに素晴らしいムーブ動きでも、シュート外したら4点でしょ。だからシュート決めることにこだわんなきゃ。どんなに良きしても外れたら0点だし、どんなにダサい良きしても決めたら2点だよ。どんなに良きしてその後決めてるってのをちょっと大事にして、最終クリ、ね、参加して、まあ、どうでした？感想をお願いします。普段とは違うなんか練習の仕方とか雰囲気が全然面白くてとてもためになったなって思いました。練習したことをすぐ実践できる、はい、その自分としての成長とかもできるので見たことしたい。普段とは全然違う学年だったり人とやって自分のステップアップできたなと思います。うまくできたときにその喜びを共有できる、その人とみんながいてすごい楽しい雰囲気でできました。自分が持ってない攻め方とかディフェンスを見てどう攻めるのかをその決め方をその教えてもらって、その自分になかった新しいプレーとかを見つけることができました。まず知らない人と
初めてでやるっていうのもそうだし、あとはやっぱりいつもいない NBA の方とかコーチの方がすごい教えてくれたので、なんかいつもと違う雰囲気ですごい楽しかったです。